はい、皆さん、こんにちは。オフィスマイミのマナちゃんです。イェーイ。はい、今日はですね、私のこっち側にもう映ってくださってる、ですね、マルカンのお店、ライトワーカーをしてくださってる兵庫県の畠中美佐子さんでイェーイ、感謝してまーす。感謝してます。はい、感謝してます。初登場ありがとうございます。はい。はい、どうも。兵庫県でマルカンのお店をしてくださってるんですけれども、なんとね、はい、大好きなひとりさんのサプリメントでものすごく、はい、良くなった目の体験談を今日は話してくださるということで、実際に出てもらってます。はい。では、よろしくお願いします。はい。はい。では。気楽に気前よくお話しさせていただきます。はい、私は、今から3年前、2019年の10月に、はい、仕事してたんですけど、はい、いきなり仕事終わってからトイレ行ったんですね。はい、トイレ、鏡を見た瞬間、はい、何と思って、自分の顔見えなかったんですね。はい、と思って、で、このちょうどこの10月って、はい、仕事終わった時もう暗くなってきてたので、自転車で帰ってる途中に、はい、どういうこと？と思って、もうすっごいショックでショックで、ちょっとパニックになってて、はい、もう自転車降りて、落ちながら、どういうこと？どういうこと？どういうこと？って思いながら、ずっとこう、思ってたんですけど、私ずっとひとりさんの話を聞いてて、これって、多分、なんか私に気づかせるため、もっと大事にしてとか、はいはい、例えばもっと自分のことを大事にしてっていうお知らせだって、なんかそこでね、気づいたんですね。だから、大丈夫って思ったんですね、そこで。でも帰りはもうずっと心の中で、大丈夫、大丈夫。絶対何とかなるから、大丈夫、大丈夫って、絶対ずっと自分で言いながら、家に帰って、ね、で、翌日に眼科行ったら、ああ、ちょっと血圧高いですねって言われて、で、2週間ちょっと血圧下げる薬を出すから、それ飲んでくださいねって言われて、2週間様子見てたんですね。で、2週間後に眼科に行ったら、言われたんですよ。で、ちっちゃい声で、マジでって言われて、どういうこと？何言ってたら、そうそう、すいません、紹介状書くので、おき病院行ってくださいって言われて、で、あ、はい、わかりましたって言って、紹介状を持っておき病院に行ったんですね。で、で、いろんな目の検査とかすべて検査した後に、はい、看護師さんたちが、なんかザワ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 してるんですよ。はいはいはい、で、どういうこと？と思って、畠中さんって、畠中さんって呼ばれて、はい、はいって言ったんですけど、なんかね、私もうすぐ分かったんですよ。看護師さんたちの、なんかね、表情がなんか違うんで、と思ったら、先生に、畠中さん、今から手術しますって言われて、私今紹介書持ってきたばっかりですよ。その時は目の状態はずっとちょっと見えづらい感じだったんですか？そう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 。うで、大きい病院に行って検査した直後に、手術今からって言われて、先生待って、私、どういうことですか？なりますよ。入院ですよって言われて、私入院のやつも何にもないですよって言ったら、はい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 、そうそう、どういうことなんですかって言ったら、目の圧力、眼圧がマックスになってるので、目が破裂しますよって言われて、もう、どういうこと？と思って、そうそう、どういう手術するんですかって聞いたら、白内障の手術しますって言われて、じゃないですって言ったら、いや、とりあえずね、眼圧を下げるために白内障の手術しますねって言われて、あ、そうなんですかって言って、で、痛かったんですか？痛かったりしたんですか？全然痛くない。ああ、それはびっくりしますよね。そう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 。そうそう。
でとりあえず白内障の手術をしたんですよ。で、手術をしてる時にもうひとりさんの言葉をこなえながらね、もうずっとこうもうここだけだったんでね、そうそう、隣が大丈夫と思って、で終わってどうですかって言われて、いやどうですかって言われても、見えませんって言ったら、そりゃそうですよねって言われて、そうそれで終わって、から今後なんですけど、2ヶ月に1回、アイリアという注射を目の中に注射を打っていきますって言われて、それをするとどうなるんですかって言ったら、目がちょっと見えてきますって言われて、って言って、で1回目目の中に注射を打ったんですよ。でそうなんです。で痛みも何もなくって、そうそう、麻酔されるんで、で、はい、そうそう、うん、で、お金を精算するときに全部で5万ちょっとだったんで、うん、高っと思って、あの保険適用で適用外ですって言われて、どうして適用外なんですかって聞いたら、いや、この病気になられる方は少ないので保険適用外なんですって言われて、で私すぐ頭の中でね、え、はい、5万ってと思って、私はいつもあのひとりさんのサプリを毎月5万ずつぐらい購入してるので、私の頭の中には、え、病院に通うよりもひとりさんのサプリ買いたいと思って、確かに、もうこれひとりさんのちょっとサプリをうん、飲もう、さらに飲もうと思って、あ、そっか、血圧高いって言われてたなと思って、ワクワク命とかね、そうそう、そうそう、ワクワク命、で、うん、それも、ね、はいはい、そうそう、はい、そうです、そうです、血圧ね、これでね、ちょっとびっくりなんですけど、私、血圧、はい、かかってもらったら180から200ぐらいだったんですよ、ずっと。そうそう、もう泣いてんのって感じで、そうそう、でも体調は全然大丈夫やったんですか、そうなんですよ、かかるまでとか、うん、なんかすっごいもう若い時から体力だけあって、もうすごい体力が自慢で、もう他の人よりも体力あるわと思って走ったり、すごいずっとやってたんで、そうそう、自分がね、そういう風になるなんか全然想像してなかったんですね。確かに、そうですよね。そうそう、うん、うん、そうそう。でも、ひとりさんのね、そのワクワク命を、うん、ようになって、血圧を毎日測ってくださいねって言われて、はい、そうなんです、はい、これね。はい、やっぱりすごいです。あのね、ずーっと数値が下がってきて、ジョーカーと一緒にね、ずーっと下がって、はい、124とかね、うんうん、そのくらい、そうそう、ずーっとそんな感じになってね、そうそう、看護師さんにも、うん、なんかさ、なんかやってるんですかって病院で聞かれて、やってまーすって言ったんですよ。え、ちょっとこそっと教えてって言われて、はい、サプリ。サンプリ飲んでる、そうそう、サプリなんですけど食品になるんですけど、うん、サプリ飲んでますって言ったら、え、何のサプリですかって看護師さんたちが決まってきたんですね、はい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 、ここぞとばかりに、はい、斉藤ひとりさん、斉藤ひとりさんご存知ですかって言って、斉藤ひとりさんのサプリを飲んでますって言って、で何飲んでるんですかって言われたから、はいはい、いくつか言ったんですね。そしたら看護師さんたちがね、はいはい、メモし始めてね。すごい、そうそう、すごいですねって言ってもこう病院行くたんびに言われるようになって、それはね、私その時まだ水流さん出てなかったんですけど、はい、私この神バランス、はい、神バランスクリーム、はい、これ、うん、マルカンさんでは、まあ、基礎化粧品としてね、使われてるんですけど、はいはい、うんうん、これもう目がこういう風になった時ね、化粧しないでくださいって言われてたんで、毎回ね、目の中入るから、うん、このね、髪バランスをずっといつもつけてたんですよ。で、病院に検査行く時も、もうとにかく塗りまくって、はいはい、ここに目の周りに、そう、で、はいはい、検査の直前も畠中さんって呼ばれる前まで塗ってるんですよ、こうやって。で、検査されたら毎回病院の先生がね、えって言うんですよ。え、すごいですねって言って、え、先生注射しなくていいですかって、え、
はい、大丈夫ですって。え、大丈夫ですかって言って、そう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 。ね、大丈夫になってんのに、先生が、竹永さん、でもね、目の中出血されて、こういう風になられてるんで、レーザー手術しましょうって言われて、え、レーザーですか、どういうことですかって言ったら、目の中の血管がたくさんあるんですけど、その血管を焼いていくんですよ、レーザーでって言われて、え、したくないですって言ったら、すいません、しますって言ったら、いや、でもこれしないとね、失明する可能性あるのでって言われて、うん、あ、そういうのもあるんですね、うん、え、何パーセントぐらいの確率ですかって聞いたら、うん、50% って言われたんで、うん、したんですね、うん、そしたら先生が、いや、でも畑永さん、人生これから長いですよって言われて、で、じゃあやりますって言ってレーザー手術したんですけど、うん、はい、痛いんですよ、目の中を焼いていくんですよ、レーザーで。目のずっと血管をね、全部焼くんですよ。そしたら、パチッパチッと音がするたんびに、痛い、ね、痛ってなるんですよ。もう痛って言って。でも、もうね、レーザーをやってる時に、自分の中から焦げてる匂いがしてくるんですよ、目の中から。もう燃えてて、自分が。え、それは見えてるんですか、やっぱりその目開けてるから見えてるっていうか、そのこう近づいてくるなっていうのは分かった、近づいてきて先生が行きますよって言ったらバチッと音がするんですよ、そのたんびに、うん、そうそう、血管を焼くんですよ、血液っていうか血管をバチッバチッって、そのたんびに私は痛い、ありますよね、絶対、そうそう、ほんでもう看護師さんたちが手を押さえてくれて、大丈夫ですからって言って、もう立ってから先生にどうでした、うん、痛くてもうしませんって言ったんですけど、うん、もう先生痛いです、もう本当に痛いんでって言って、うんうん、そしたら、うん、またしばらく様子見ましょうって言って、はいはい、2ヶ月おき、もうとにかくこれ、はい、もうアンビバランスは基礎商品だけじゃなくって、はい、これもう本当に万能で、はい、本当に手放せないんですね、いまだに、もう本当にありがとうって感じで、で、はいはいはい、それからずっと病院に通ってて、それから何回もレーザー手術したんですけど、はいはいはい、やっと、12月の末ぐらいに水流さんが出てきて、はいはい、ライブというか、もう嬉しくってね、はいはい、もう水流さんが出てきた時に、はいはい、もうスプレー入れて飲みながら、スプレーで今は目の中に目薬のカードとして、はいはい、うん、もう、はい、私の目薬なんですよ、水流さんは。ね、で、これは水流さん。スプレー、こうとこうシュッシュッってするんですか、もうそうそう、あの、顔洗った後に、はい、顔洗った後に、もう全体的にかけるんですけど、顔全部に、はい、水流さんを、うん。で、目の中に重点的に何回も入れるんですよ、水流さんを。はいはい、なるほど、なるほど。で、パチパチってやって。で、目を閉じて、はいはい、落ち着いたら、うん、まあ、ハリピーってなんですけど、うん、あの、この神バランス、もうこれ、はい、もう休みの日もこれ、うん、もうとにかくこれ、はい、これ、だから、私のこの病気、目の病気っていうのは、うん、あの、やっぱし、医療費として金額が高いから、裁判を起こされた方がいてて、高いから、高額で、はい、で、結局負けたみたいなんです。やっぱりこう、全国で。人数少ないからっていうことで、だからそういう方にもね、この映像を見ていただいたら、はい、いいかなと思って、そう、これと、うん、今はもう水流さんとペアで、はい、うんうん、とこの神バランスね、うん、やっぱ飲むのと入れるの、うん、入れるって言ったらおかしいですけど、うんうんうん、開けるの音が必要ですね、うん、やっぱり、うん、そうそう、ね、そうそう、だから、うん、ひとりさんにやっぱり助けてもらったんで、私はおばさんのもうサプリ大好きなんで、うん、本当にね、うんうん、大好きなんで、このもう、はいはい、ローカーお汁は外せない、はい、ローカーお汁外せない、はい、うんうんうん、いや、もう欠かせないですね、そうそう、もうこれはもう絶対もう浄化水流は手放せないですね、はいはい、浄化水流、そう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 、本当ですね、こちら、そうそう、うん、そう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 、あとちょっと、あの、忙しい時はもう、うん、トーカーじゃなくて、もう潮流さんをポンって飲んだりして、はいはいはい、忙しい時はね、はいはい、もう手軽なんで、はいはい、潮流さんを飲んだりしますね、はいはい、そうそうそう、はいはい、うん、あと歩き元気とかは前、その目が
そう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 、病院通ってた時は歩き元気飲んでました。もうこれも、もうこれすごいですよね。これはもう義理の両親が今年腰の手術を、両親が2人とも義理の両親に手術されて、もうこれちょっと今送ってるんですね。もうこれがいいって言ってます、伏子里龍さん。まあ伏子里龍さんとね、これとやっぱ万能で、もうすごいですよね。方に、そう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 、すごい。え、じゃあその竹中さんの目の何でしたっけ、教えてく、網膜、これ見えるかな、これここど何網膜見える、あ、あ、はいはい、網膜、静脈、静脈、静脈、閉塞症、閉塞症、そう、目のね奥が、うん、動脈、細い静脈、動脈って太いでしょ、はいはい、目の静脈って細い方が目の奥が詰まっちゃって、はい、詰まってしまってね、詰まって眼圧が上がって、はいはい、で目の中に血がブワーって流れたんですよ。あ、そっか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 。でもね、痛みとかなかったらなかなか気づきにくいですよ。マナちゃん今目見えてるでしょ、はいはいはい、目ってこのレンズあるでしょ、水晶体の、はいはい、これ、うん、目で見て一番奥にね、うん、網膜ってあるんですよ、一番奥、はいはいはい、ここにレンズがあったとしたら、一番奥に網膜があって、はいはい、レンズで見たやつが網膜に行って、はい、うんうん、それを脳が感知するんですよ、だから目が見えて、そっか、なるほど、反転セット、レンズの水晶体、網膜に映って、はい、脳が感知して目が見える。あ、人間の体ってすごいですよね。そうそうそう、そうか、この網膜がやられてしまったんで、そうそう、そうか、なるほどね。え、今は全く見えへんわけじゃないですもんね、こうぽわーんと見える感じですか今、ね、真っ白、うん、真っ白、そう、ね、見えてない方は、うん、牛乳瓶知ってますかなちゃん、あ、まなちゃん、はいはいはい、牛乳の、はい、あの底って分厚いでしょ、はい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 、分厚い牛乳瓶のあれがここにくっついてる感じを想像してもらう。ああ、なんとなく、なんとなく、こっち側は 1.5 なって、はいはい、こっちは綺麗に見えるけど、こっちがボヨヨンボヨヨンボヨヨンみたいな。ああ、そっか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 、だからもう、ね、ボヨヨンって感じ、そう、こんな感じ。そうか、うんうん、でもね、やっぱ、うん、今全然そんな画面で、で画面越しに見てもそんな風に全然見えないですけど、やっぱ生活、ね、にはね、こうね、こっち側から来たものが見えへんかったりとかね、うん、見えかったりすると思うんですけど、でもそれが、ね、うん、サプリ、紙バランスクリームと、はい、塗って、うんうん、ね、見えるんでね、うん、あ、見える見えるって言ってたら、うん、明るくなるんですよ。ひとりさんの話で、うん、私は健康です、私は健康です、うん、私は元気ですって、うん、私よく言ってたんですけど、うんうん、あれを言ってると体の細胞が、うん、本当に元気になるんで、うん、ね、うん、光も明るくなるのを感じるんで、やっぱ言葉も大きいなと思って、そうですね、やっぱ自分が一番聞いてますもんね、うん、その声をね、うん、身から、ね、うん、体で、うん、すごい、そうそう、そう、だからいっぱいひとりさんに助けてもらったんで、うんうん、ありがとうございます、うん、ということで、こちらこそありがとうございます、うん、ですよ、はい、ぜひね、息子もです、はい、息子もこの息子り、はい、息子り、あ、どうか、ごめんなさい、息子り、はい、うん、簡単に言いますね、息子は小学校5年生、11歳の時に、はい、分離症、すべり症、まあ、生まれつきの腰痛ですけど、だくって、長時間立ってることが苦痛だったんですね、うん、はいはい、だから、整骨院、整形外科、もうずっと通ってました、うんうん、治療、塗り薬も、はい、やっても、やっても、やっても、はい、痛い痛いって言ってました、うんうん、ところが、はいはいはい、この伏子里龍さん、こちら、はい、そうそう、塗るねって言って背中に腰に塗りました、はい、2分後に痛痛痛って言ったんですよ、痛い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 、針刺されてるって言って、はい、痛い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 、何これって怒り始めて、痛い痛いって言って、
って、で、うんうん、そっから3分後に、熱い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 って言って、はいはいはい、でそこからまた2分後ぐらいに落ち着いたみたいで、うん、はい、あれ絶対そうそうすごい嘘マジで、マジでですすごーいはい、病院行ってないですね、もうすごい、これはすごい、そこから病院行ったはらへんのですか、行ってないです、一回行って、すごい、すごい、すごい11年間、おめでとうございます、通い続けたけど、そうそう、すごい、これはすごい本当ですね、うん、もう、え、これ毎日塗ってはるんですか、やっぱり今も塗ってないです、塗ってないです、そうそうそう、あの、遊びに行って疲れたっていう時はちょっと塗って、うん、でも痛くないけど、ちょっと塗っといてはあるけど、はいはい、普段は塗ってないです。トータル3回ぐらい塗っただけです。すごい、もう全然塗ってないですよ。すごいね、もうじゃあ、今はもう悩みなしですね、これで。ないです。これはすごい。おめでとうございます。うちの近所の人、はい、もうたくさんこれ使ってます。いや、それ聞いたら私も使ってますけど、欲しいってなりますもん、やっぱり欲しいってなんかすごいやって思いますしね。うん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 、だからこれはすごい、うん、本当に、うん、ね、わ、でもやっぱりこれもすごいですよ、カメラ、ね、やっぱこれね、絶対、うん、そうそう、欲しいもね、いいですもんね、これね、そう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 、肩にもね、そうそうそう、いやー、素晴らしい、今日はいいお話たくさん聞けました、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ぜひね、あのこのね YouTube 見てくださってる方で同じ悩みの方だったり、周りにね、うん、悩んでいらっしゃる方はぜひあの概要欄に畑中さんの情報を貼っておきますので、ね、あのお電話してあのご相談してね、ぜひ畑中さんのところに買ってください。でも本当詳しく教えてくれるのでね、やっぱ同じ思いの人ってね、同じ共感な気持ちがあったりするから、ぜひね、あのお問い合わせしてほしいなと思います。ありがとうございます。畑中さんはいつもあれですか、お家で、うん、あの丸さんの、あの商品置いてはったりする感じですか。そうなんです、ね、玄関のところと、はいはい、家の2階に置いてって、そうそう、ゆっくりしたい人は2階に上がってもらって、はいはい、ちょっとちょうだいっていう人は、はいはい、もう玄関のところでお話して、なるほど、そう、いいですね、じゃあゆっくりしたい人とさっと買いたい人と両方行けるという、そう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 、二度一って感じで、そうなんですよ、そうそう、兵庫県のどの何駅とかありますか。伊丹市です。伊丹市。JR 伊丹駅。JR 伊丹駅から。伊丹駅。宝塚線ですね。JR 宝塚線の伊丹駅から、徒歩だと15分なんですけど、はい、電話してもらったら私迎えに行きます。はい、すごい、迎えに。で、じゃあまずはお問い合わせ。伊丹空港から。そうそう、伊丹空港からも、車で15分ぐらいなんで、はい、電話してもらったら迎えに行きます。なるほど。じゃあ、ぜひ、畑中さんとね、ご連絡取って、はい、ね、はい、はい、あの、ゆっくりしたい人と、さっと書いた人は行ってみてください。そうそう、あの、丸かんちゃ出ますので。丸かんちゃ、あ、いいですね。美、は、味、い、しいですし。ぜひぜひ、おすすめです、はい、ありがとうございました。畑中さん、来ていただいて。はい、ぜひ、またね、あの、いろんな体験談出ましたら、はい、またゆっくり出てください。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしてます。お待たせしてます。はい。ここからは、マルカンの商品が大好きなあなたに向けての CM です。はい、私たち銀座マルカンオフィスまゆみはですね、私たちと一緒に銀座マルカンの商品、サプリメントや化粧品を販売してくれる仲間を大募集しております。マルカンの商品販売してみたいな、ちょっと興味あるなっていう方は資料請求無料になってます。主婦の方でも会社員の方でも自営業の方でもどんな方でも大丈夫です。はい、資料請求は無料ですので、概要欄にですね資料請求のフォームを貼っておりますので、そちらに入力してぜひぜひお申し込みください。どなたでも簡単に資料請求していただけます。もちろんですね、資料を見てあのやるかやらないかは決めていただければ全然大丈夫ですので、まずは第一歩ということで資料請求してみてください。であのフォームがよくわかんないよっていう方はですね、こちらですね、オフィスまゆみ
075-353-9400、オフィスまゆみの075-353-9400までぜひ一度お電話ください。今日も最後までありがとうございました。一緒に商品をお披露目しましょう。